はい、どうもこんにちは。今回はタイトル通りのことをやっていきたいと思います。先日トランスポーター3という映画を見ていて、特に有名なシーン、名シーンがあるんですけども、アウディとベンツがカーチェイスするシーンなんですけども、林に入っていくんですね、2台が。で、林でカーチェイスするんですけども、メルセデス・ベンツがこうアウディの後ろを走ってて、で銃を持ち出してドライブバイするわけです。で、アウディを撃とうとするんですね。だからやばいと思ったアウディがこう急ブレーキを踏んだ瞬間に、メルセデス・ベンツの中のドライブバイしてた人の腕がアウディの車体に触れて、こう銃が吹っ飛び手がもげるっていう、それを GT5 で再現したらどうなるのかなっていう。では行ってみましょう。あ、ダメですこする感じがいいですか。いきますよ。わあギリギリやったっすね。もう一回いいですか。いや、ダメか。あ、動く。雨で。あー、ダメか。あー、あれ？なあ、くっそ。え？お、来た。お、今、当たった。あ、ダメだ。いや、あー、ダメか。あー、ダメだ。ごめんなさい。これ、だと当たんないですか？どうですかね。これぐらいですもんね。タバコで最後、最終的に当たるかよ当たるわけねえだろそれは話した瞬間のその距離ですかいや、そうっすか。いきますよ。ゴー。なんかタイミングが当たったんですか。みたいな。はいはい。あ、それ。おっ、いったいった。めっちゃ飛ぶっすね。うわ、すげえ。あ、いいですよ。すごい。めっちゃ飛ぶっすよ。何これっていうぐらい飛ぶ。すげえ飛ばないですか。うえぇっていうぐらい。こんな飛ぶっていうぐらい飛ぶっすよ。危ない危ない。いきますか。シャマックスだ。お、いいスピード出た。どうした。鳥になれ。がっつり飛んじゃってーみたいな。ゴーうらーい。失速普通より飛んでない。いやー、すっごーん。ね、なんすかね。
マリオ世代とマリオ世代じゃないのの違いじゃないですか。怖い。おお。行きますよ。ダーシャゴー。うらーい。あっ、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 あ